いや、ちょっと待ってよ。死ねー。何何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 何どうも、皆さんこんにちは、ロッキーです。今回は、フレンドの唐揚げさんとゴーストリコンをやっていきたいと思います。皆さん来ましたよ、ロッキーチャンネルに唐揚げがよろしくよろしくお願いします。さて、今回のミッションは車で行くの？あ、車はちょっと遠いね。今回は敵に気づかれずにって結構難しいまたミッションですね。そうだね。やばい、ちょっとカン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 言ってる。カン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 大丈夫、私は当たらない。ほーら、おー、危ねえ。今まだミサイル来てるね来てない。撃墜すればいい撃墜すればいいくないっけ、ミサイル。今思えば確かにね、できるでしょ、これやろうと思えば。めっちゃ早いからね、俺見て。あ、やばい、カンカンカン言ってる。来た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 。よし、任せ。俺も落とす、撃ち落とす。落として来い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 。どこや、どっち、どっち、むしろ。あ、やばいやばいやばい、いろいろやばい、いろいろやばい、いろいろやばい。前に、前もやばい、前も、あ、前も後ろも。いや、もうね、敵のヘリもやばいしって思ってる間に着きました。後ろから追いかけられてるよ。さて気づかれずにですから ね、 こう、今回はもう二人のちょっと腕の見せ所ですが、今後ろからもうとろろ昆布みたいなのがもういっぱいついてるいっぱいついてる。もうどうすっかな、これは。気づかれずに、だからどうしよう。どうする？何人いるかな？ 2 人？いや、多分持ってるはず。30人ぐらいいると思うよ。2人目のターゲットを発見。そんなに？ 3人だった少な、めっちゃ少ないじゃんいけるんじゃないかって感じだ。いける？どっちが狙いす？にどっちもいけるよ。右だね、右。2番？2番って、うん、してるの。オッケー、じゃあ、はい、行くよ、行くよ、行けるよ。3、2、1、にゃにゃはないんじゃない。マジ俺、全然いや近すぎたんじゃないですか。あと1人いるね、多分。あと1人いる、多分。あと1人がこいつなんじゃないの、違うの、この気づかれずに。いや、違うね。毒切りがある、よく見たら。適当に言ってるでしょ人のあれだからって。いや、多分中いるね、中いるわ。ハンドガン一人いるね。こいつじゃないの。いや、俺もそう思ったんだけど、一人いるっぽいんだよね。なんかオレンジっぽくなってんだけど、ハンドガンでいきます。突入させよ。 OK、 ちょっと指示に従いながら行こうかな。あ、いるじゃん。なんかリモコン持ってる。ん？リモコン？普通のおっさんだった。普通のおっさんだった。カルロスを見つけた。ん？見つけた。あれならうちの娘のおっさん。ただのおっさん。はい。不意をつこう。あ、じゃあ兄弟。勘弁してくれよ。オッケー。え？ミッション失敗。あ。なんしの死ねいや、ちゃっかり爆弾投げたでしょ、今わかるんだよ、俺は。すぐ分かってる。なんでバレたのかな。接近しすぎたって言ったよね、今。あ、あれなんだね。逆にそのちょっと近づいて、多分どっか行くところを追っていかないといけないみたいな感じかな。ああ、そういうやつね。空爆までの時間を楽しむこともできるいるね。クゾスネークあら、あー、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、これ
動画なんだねってね。しかも2つ上げてるからね、あなたとの。それはちょっと。これで多分これでドローンで近づけてだね、あの確認したら、あだほら尾行して兄へ、兄ヘルナンドの居場所を特定。ヘリも用意してるじゃん。さすがだね、仕事ができる男。あなるほど、尾行してあれかだね。そこ車に乗るのかな、乗りそうだね。うん、なんか矢印のあれがあるよ。乗ったね、乗った乗ったよ。オッケー、バイクで降りるよ。ヘリはどうしたって。さっき仕事ができる男って言ったのはもう。毎日増えてるもんね、バイク。ちょっと腰止まってるし。本当だ。ノグゾして、あ、ヘリが邪魔してる。誰よこれ。バーン、こんなとこヘリ置きやがって。これ絶対あんたでしょ。仕事ができる男がつけな。何よこれって言って、ちょっとうざそうにバーンってやってた。あ、やばい。ターゲットどうする。大丈夫大丈夫、ヘリだったらいい。あたっていう感じ。あれ、なんかミサイルが飛んでくるよ。まさかの追いつけない。追いつけない。やばい。3 OKOKOK、 大丈夫。300メートル位置すればいいでしょ、これは。だね、そのぐらいかな。この高さだったら気づかないでしょ。だね、ミサイルだけあれしとけば、あれしとけば。敵に気づかれず、カルロスを尾行して兄へ、ルナンドの居場所を特定する。あ、兄ヘルナンド。あ、兄ヘルナンド。俺もさっき全く同じ間違いしたから、あの、俺の時は良かったけど、相手の時はめっちゃ言ってやろうと思ってね。最低だ。聞きました、聞きました皆さん。こいつこんなやつですよ、こいつは。早くもう登録やめた方がいい、もう。こんな。これはあげないかもしれない。政治家と一緒かよ。嫌なことはもみ消して。なんでちょっと離れたところに あいつらがいるんだろう。何してんねん。ようすけべ前に話した件考えてくれたから。なんで。いや、なんか今喋ってるもん、なんか。おそう。おいすけべで結構、うん、やばい、近いよ結構。結構近いよ。うん、ドローンヘルナンドを尋問する。で俺左側から複数の人間がいるし、ゲートに繋ぐ5人目のターゲット。オッケー。敵グループが結構多いな。いるね。スナイパーも多いよ。あと一人がいるけど、まあ見当たらないけど、とりあえずやっていこうかな。殺しちゃいけないんだね。そいつはだね。どうする？こっち倒す。ああ、お願いします。上にスナイパーがいるからね。上は任して。あいつは終わりだ。この上のやつ倒した方がいいかもね。今狙いそうだけど。こいつ。ああ。空気。オーケー。まだいるんじゃない。反対側も見てそうだけど。ああ、そうだね。とりあえずまあ一応バレても大丈夫だけど、バレたらちょっと面倒くさそうだねこれ。あ、これ上に登る前に倒した方がいいかもね。あ、しまった。オーケー。素晴らしい。電車はこれいいねやっぱり。ちなみにこれ、あの、見つからないと一切れ倒せるわけ、これは。そうですね。見つかったらなんかよくわかんないけど、防弾チョッキ機能的な感じで急に一発で死ななくなったりするね。ただ私の銃だったらもう関係なく倒せるんですけどね。ただただせっかく撃ったのにもうめちゃくちゃやんじゃん、もう。上に一人いるね。開け見えるかな、これを倒してしまう。あ、いるね。ちょっと待ってね、そこの階段をのぶ。ああ、そういうことね。見えるかな。これヘリの他から倒した方がいいかもね。ちょっと中心の場所からより外側からどんどん倒して。確かにハンドガンでやったら倒せるんだけど、他から見えちゃうかな。もしかしたら視界に入ったら
くしゃくねっつかもしんない。あ、中バレなかった今。バレてない、大丈夫。なーいって。リアルじゃん、それ。もう、俺らしかわかんない。OK。2人いるね。その後に後ろから来てるね。OK。どうする？やろう。オッケー、ちょっと待って、俺の中に侵入して、私も、あ、ちょっと待って、ご待ってね、いける、どっちもいける、いくよ。オッケー、いいよ。2番いきます。オッケー、2番じゃなかったけどよかった、ちょうど。オッケー。あ、ちょっと待ってね、1人まだ見つかってないやつがいるな。オッケー、これで全員だ。で、どの道、黄色があれだね、おびき出さないといけないかもね、全員倒した後。あの、もう赤とめっちゃ近いから。どうしよう。どうかね、こいつちょっと微妙じゃない。ちょっと、俺らドローンで見。いや。いや。大丈夫。大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。あ、全然大丈夫。外の子の中めっちゃ、なんだ、また爆発してる。全然離れてるから大丈夫だよ。あ、そいつはもう確実にいける。唐揚げさんのその前のやつは。さ、つけなくていいよ。ゴミって呼んでいいよ。いや、そんなことできないよ。ゴミはいけるけ、その、まっすぐ。燃えないゴミ。粗大じゃん、それ。OK。一番倒した。犬だけで無害。無害。有害か。冷静に言っちゃう。オッケー。あと、あ、歌ってるね。ちょっと、俺、外側から行くよ。外側の一人を。めっちゃ歌ってんじゃん。めっちゃ歌ってんじゃん。どうした？いや、なんか、中でめっちゃ歌ってる。上機嫌みたいな。今から殺されるかもしれないのに。よし。こういう。あ、外にも結構いるんだな。チラシを見つけたぞ。ハゲヌ。オッケー。ハゲヌ先生。ね、サプレッサー取れたばりの音だったけどね、今。バズーンっつった。火力重視。もうあとあれだけじゃない。うん、中の。これ一気に畳みかけて、ボス以外を倒す。でしょ、これは。ね、ちょっと一回見てみようか。外にいるやつを倒して、ああ、いいね、いい感じに出てきてるよこいつ。ちょっと待ってよ、中にしれーっと、ああ、これはね、これは結構厳しいね。ちょっと軽く見つかってさ、こっち来るんじゃないっけ、軽く見つかったら。うん、だね。あった、こいつが見てくれれば一番いいんだけど。ああ、中入ってっちゃったな。お得意のグネードランチャーも使えないし。ちょっと一瞬だけ俺が来た、見つかった。おっ、オッケー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 、これで俺の方に来てるはず。おいいよ、いい感じになんか2人倒した。出てるよ、出てるよ。オッケーオッケーオッケー。右側のやつ倒そうか、右側のやつを。右側、ちょっと待ってね。オッケー、ナイスナイスナイス。オッケーオッケー。あと一人だね。あ、二人か。二人でこれ同時にやればよくないっけ、これ。確かにね、完璧。だけどね、めっちゃ横にいるんだよね、その。ヘルナンドの。どっちしろ見つかってもいいんじゃないの、こいつは。どうせ。多分ね、大丈夫だと思う。よし、そしたら、ちょっと待って、俺、裏から2番をじゃあ倒すからさ、1番を、1番と確保をお願いします。そのまんま入ってね。お、これ上行けるのかな。上行けた。よし、行くよ、ゆっくり行きます。あ、なんか警戒してる、警戒してるよ。 OK OK OK、 大丈夫、今こっちに来るかも。 OK OK、 いいよいいよいいよ、離れた離れた離れた。2番をやるよ。 OK。 あ、避けやがった、こいつ。1番倒した。
オッケー、倒した。ナイス。カゴー、カゴー。あー、ゆっくり、ゆっくり死ぬ。こんな死んで、俺も動かすと死んでるぞ。首もげまくってるよ、多分。な、なんだ、なんでしょ、これ。リードはどこだ。なんだ、お前、誰だ。いや、余裕かよ、意外と。リードの居場所を開かないつもりなら、スエーニョに人身売買のすべての情報を流す。リードの居場所なんて知るか。奴は荷物を届けると俺の画面からだったら結構首持っていく感じなんだけどね。それを飛行場でノートパソコンに入力する。合図を確認したらリードが出てくる手はずだ。かっこいいやつ一人もいないからね。ボーマン、ゲレーロ兄弟を捕まえた。オッケー。どうだと思う。今回は完璧だったんじゃない。完璧でしたね、素晴らしい。奴が来るのを待ち伏せする。本当はこんだけ事情があるんですよ、実は。頼んだわよ。本当っすよ。え？いつもおふざけで申し訳なかったですけど。やるときはやるんすよ。今回はあのコメントとかちょっとね、うまくいかない。語学が足りないって。いや、こんなさ、こんな二人で喋ってるけど後ろに人いるからね。この上に何もないあの町の人みたいな人が、どこ、ここにいる。この人の顔を撮って終わろうかな。メイド何してんの、なんか。どこいた。あ、そっち飛んでるの。自分のあの上、結構上だよ、上だよ。ここしかも普通にここのねバルブの修理してたからね。人死んでるのに。まあじゃあすいません、じゃあまた今回はここまでで。今回は実力を見せたということでですね。ですね。また大したことねえバカ野郎つってる。まあじゃあまた見てください。それじゃあまだ見てくれよな。はい、またねー。やばい状態になってる。めっちゃ上にいるじゃん。 23.1キロ。めっちゃ上にいる。嘘、いや、めっちゃ隣にいるよ。隣にいるけどね、あのね、めっちゃすごいことになってる。あのビヨーンってなってる。